皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、ファンを多く作って安定させた、経営をしたい、どのようにしていったらいいでしょうかというお話です。はい、まずですね、ファンを作ってある程度固定にして、言葉あんまり好きじゃないんですけど、囲い込みとかっていう言葉でね言う方とかもいらっしゃいますけれども、ある一つのね組織団体みたいなのを作って、その中で皆さんに良質な情報を発信していくことでファン化して、場合によって時にはマネタイズ、何かを販売して買っていただくっていう、そういうことがしていくケースとかあると思うんですけれども、そうですね、教室の生徒さんであれば本来はその状態ができちゃってるはずなんですけどね、通ってるっていうだけで。だからそのコミュニティに対して自分がどこまで力を入れて、いろんな発信とかをしていけるのかっていう、それとあとは自分の魅力というか得意な部分をどう作ってみんなにそれを伝えていくかっていうのはあると思うんですよね。例えば、私の場合には月額会員制のサロンとか2つ持ってるんですけど、1つはリビング企業アカデミーって言って、コンサルですね、コンサルティングをやってるメンバーが集まってるサロン、 Facebook 上で展開していますけれども、そちらの方と、あとは本を、私来年本を出版するんですけれども、その本を出版する企画の内容であったりとか、あとそれに付随するイベントとか、その他私がやってるイベントとかもあるんですけれども、そういうものをシェアしながら、思いを書いていくっていうような形で、それを読んで、参加していただくことで楽しんでいただくみたいな、趣旨がそれぞれ違うので発信してるイベントとか内容も全然違うものになってくる時もあります。共通してる時もありますけどね。ただ、一種のファンクラブみたいな形になるので、例えばすごく魅力的なイベントセミナーとかは、まずそのファンクラブから告知して余った席を外に出していく、外って言ってもまだ LINE アットとかメルマガで、さらに余った席を一般的に、ブログとか普通にFacebook のタイムラインとかそういうところに上げていくっていう、どうしても段階別のハンドリング、エコひいきですね言えば当たり前ですよね。だって自分に近しいところでより強いファンですみたいに言ってるとこのエリアの人、やっぱエコひいきしてあげないといけないじゃないですか。だから情報の発信速度が変わってくるので、同じ情報だったとしてもずらしながら発信していくっていうこともしなきゃいけないし、あとはそれぞれの会の趣旨に沿った発言と、みんなが喜ぶ発信とみんなが喜ぶイベント作りっていうのは考えないといけないので、案外、豆じゃない人は辛いはずです。それも楽しいなって思ってやれる人はコミュニティ作りって向いてるんですけど、結構ね豆じゃないと厳しいですよ。一対何十とかいう人間なんだけど、水面下では一対一で話をしてる時とかもメッセージとかでダイレクトメッセージとかで話してると一対一とかでやってるケースとかもあるので、必ずしも1:50とか1:100じゃない場合もあると、その分きちんと返信してあげないとコミュニケーションがね逆にうまく取れなくなっちゃう場合がありますよね。だからコミュニティ運営に向いている人っていうのは豆、返信が早いとかそういう人が向いてるなっていう印象があります。だから普段からその豆に配信できない人、返信できない人は多分コミュニティ作りには向いてないですね。自分の魅力が云々とかじゃなくて、もうそれ以前の問題で、でその上でどういう方向で会を作っていくかとか、どういう方向でやっていこうかって考えてやっていく感じがコミュニティ作りないしはサロン運営とかになっていくので、
単にこうちょっとなんか情報発信するだけで会になってねっていうのはね、ちょっと今の時代難しいかなと思いますね。ファンっていうことはファンサービスをしなくてはいけないので、通常の教室運営プラスファンサービスですからね。それも結構一個のしっかりしたお仕事になります。でそれがあるから、まあ、例えばまたサービス的にそのじゃあセミナーに行こうとか飲み会に行こうとかパーティーに行こうっていう風になっていくはずなので、この運営はそれなりにあのお手間はかかるはずです。だけれどもそれがきちんと運営できていると当然ファンは増えますし、喜んでくれる人も増えるし、固い長く続く方が増えるかなっていう感じなので、絶対にやらなきゃいけないっていうことではないですが、それができてると確かに経営は安定しやすいですね。特に月額課金みたいな形で考えることができるのであればです。はい。なのでまず自分の資質がそういう運営に向いているのかっていうののチェック、あと自分の魅力っていうところをどう捉えるかっていうのはご自身でまず考えてみること、プラス生徒さんに聞いてみるっていうのもあれかもしれないですね。例えば私の場合には姉御肌みたいな、そういう感じで面倒見がいいみたいなキャラクターがあるので、ワイワイみんなでやる発起人みたいな形でイベントとかよく作ってますけどね。うん、もちろんコンサルタントだから教えたりとかはしてるんですよ。だけど遊ぶときは結構私普通に遊ぶので、そういう会を作っていくとかっていう形で運営もしてたりとかしています。なので自分のキャラクターをどの立ち位置で見せていくかっていうのを考えて、会の趣旨とそれに賛同してくれる人を集めていく、飽きさせないように適度にイベントを立てつつやっていくっていうのが、オンラインサロンとか月額の会員コミュニティの運営かなと思いますので、一つのご参考にしていただければというふうに思います。それでは。